吉さん、今回は魂でお送りしようかと思いますね、まあ属しているものが地球であり日本であり私たちはやっぱりねこの億万長者合宿でこういう問いかけがあったのにあなるほどって気づかされるところがあったと思うんですよ。というのがねあ,のある熟成さんがお客様のたためにっていうキーワーワドを出さんですよ、まあ、それは必ずしも外れではないんですけどもただ吉江さんがね確信をついていったのはお客様のためにじゃないでしょうと。自分のために やらなないと、っていうことこんですよね、まあ、つまりね自分の欲望にまっすぐなことだけがビジネスを成功させる重要なファクターなんですよね、まあ、それがだからビジネスマン魂とも言えるんじゃないかなと思うんですよでもお客さんのために本当にお客様のためにっていうんだったらじゃあできてるはずですよねじゃあ稼げてないってことはお客さんのためにしなかったってことですよね じゃあお客様のたためにっっってて何だったんですかってことになっちゃいます、まあ、これをねあの分かりやすく意訳すると本当は自分が稼ぎたいからやるんだけどそのためにはお客様に尽くさねばお金はもらえないっていうことをひ、まあ、一言でかっこよく言うとお客様のためにっていう言葉になったんでしょうね。まあ、それはですねあのかつてのチランの特攻魂にも同じようなことが言えるんじゃないかなと思います。そ、まあ、そもそも祖国を守るためにね なんで特攻していったのかっていうと別に日本という国日本帝国っていうのが絶対唯一で大好きまっすぐに日本のためにっていうわけじゃないと思うんですよ自分の大好きな家族とか権利を守るためには差し当たっては日本という国が機能してないとできないんだと敵国の支配の下では家族が守れないからだからそれを分かりやすく言ったらお国のために死んできますって話なんですよねでももお国っていうのも 主体性を持った個人が集まって一つの見方として国家っていうのがある以上、まあ、ぶっちゃけ国家がなくても人は生きていけるんですよでも社会っていうのが必要ですよねで社会を維持するための一つの機能として国家ってものが必要不可欠である以上言い方としては国のために死ぬっていう言い方になるのかなとでもよくよく話を聞いてみるとその原点は家族のために私が命を投げ打つということになると思うんですよね もちろん自分が死ななくても家族が守れるんだったらそりゃ好き好んで特攻隊なんか乗らないと思いますよでもその選択肢として可能性は少ないけれどももし考えられるものがあるとしたら特攻しかないと思うんだったらそれは一つの選択として怖いですけどもね死にたくないですけどもね家族と別れたくないけども操縦桿を握っていくってことになるんでしょうねしかも特攻って命中率すごく悪いわけなんですよまずね上空かからら飛行機から見ると 自分が突っ込もうとする船っていうのは本当にねちっちゃな点なんですよ大海原に点なんですよそこにまっすぐ突っ込んで正確に当てる技術は上級のパイロットの一部の人でないとできないんですよプラスアルファ対空放射が雨のあらりのように来,る来ますよねそれを避けてですよ避けて撃ち落とされることなく砲弾の一つがかすりもせずにぶつかんないといけないんですよ そんな難しい任務でぶつかったとしても戦況を大きく変えるにはとても至らないってことはそこまで優秀なパイロットだったら分かるわけなんですよね。物量が枯渇している日本といくらでも増産が可能なあアメリカを中心とする連合国。今特攻して艦を一艦二艦潰せたところで数百数万にわたる艦船の全てはどうにもならない。仮に艦船が日本に迫ることを止められたとしても。 直接爆撃が可能となったアメリカ軍 B29 に対してはもう何も守るものはないってことになりますよねそれでも1分1秒でも家族の生命が権利が守れるならという魂で向かっていったのかなと思いますねさあ私たちはねいくら稼いでも幸せが勝ち取れるかどうか分かりませんでも1円でも10円でも稼ぐことによってその可能性が一つでも広がるならそして自分がね貧しさという貧困 そういったのに陥ってもはや誰も助けられないとかねお客様のためどころか自分のためにも生きることができないっていうふうな状態になるのを少しでも回避するためにやっぱりビジネスで1円でも多く100円でも多く稼いでいくそして1円でも多く100円でも多く稼がしてもらったお客様には一つでも多くのメッセージを伝えて問題解決に寄与したいって思うのがお客様のためにって言葉になったんじゃないかなと思います今回は魂というテーマでお送りしましたけどもあなたは どんな魂を持っていますか説明欄で教えてくださいそれでは